アイテム番号 SCP-5-TH。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-5-TH は標準的な収容ロッカー 12A のボックス内に収容されます。現在オブジェクトに関するあらゆる実験は禁止されています。SCP-5-TH に関する実験報告はホイミを参照してください。説明 SCP-5-TH は、二人の子供が結合した姿を模した粘土人形です。調査の結果、粘土内には未知の人種の血液成分が含まれ、また由来不明の髪と骨の灰が含まれていることが判明しました。成分以外はごく普通の粘土人形であるにもかかわらず、これを作成した方法は不明です。SCP-5 は人間の創生時に対して影響を与えます。100メートルから200メートル以内に双子の人間、以下まとめて、被験者、とする、が近づいた場合、被験者はお互いに原因不明の力で引き寄せられます。いかなる方法を用いても被験者を分離することはできず、その後未知の方法で被験者の身体は徐々に結合を開始します。調査の結果、被験者の身体は、菌質に混ざり合っている、ことが判明しています。この時被験者は拷問を受けたかのような非常に大きな苦痛を受け、最終的に死亡します。結合が完了した段階の被験者は、SCP-5-TH によく似た姿になっています。解剖により、結合の過程で粉砕骨折した手足の一部が圧縮された状態で発見されました。SCP-5-TH は1996、校舎内で4組の双子の身体が結合するという異常な死亡案件の後に高校で確保されました。地元警察に潜入していたエージェント、スミスが建物に突入し、3階と4階の間の踊り場に置かれた SCP-5-TH と、犠牲者を発見しました。同じ建物内で、表紙に詳細不明な人間の血液を用いて、復讐、と書かれたノートが回収されています。ホイ、一調査の結果 SCP-5-TH の作成者の可能性がある人物として、彫刻好きな一人の少女が浮かび上がりました。彼女は内向的な性格で、最初の犠牲者である双子の少年たちから日常的にいじめを受けていました。SCP-5-TH は彼らに対する復讐のために不明な手段を用いて作り上げられたものと推測されます。また、彼女は最初の犠牲者が生み出された直後に失踪しており、現在捜索中です。ホイ、二実験記録 5-TH、A。ノーマン、コモンズ博士により、この実験のために手配された双子の D クラス職員を用いた実験が行われました。対象 D-1019 および D-1020。実施方法最初 D-1019 が SCP-5-TH の設置された部屋の中に待機し、3分後に D-1020 が部屋に送り込まれました。結果 D-1019 のみが部屋にいる時点では、D-1020 に影響は見られませんでした。被験者は自分から歩み寄る形で接触したように見えます。その後被験者は互いに離れようと試みましたが、失敗しました。掘削音と骨折音と思われる音を発しながら被験者は互いに溶け込みましたが、この時出血は皆無でした。結合後彼らは床に倒れ込み、しばらく振動する様子を見せましたが4分以内に動かなくなりました。